よう、アスナ、何してるんだ？キリト君、ちょっと買い物に行こうと思って。買い物？うん、最近裁縫に凝っていて、材料を買い足しに行こうと思ったの。へえ、裁縫か。そういえば SAO でもアスナは裁縫のセンスが良かったよな。え、そうかな。 SAO は熟練度とボタン操作で裁縫の出来が決まるし、そうでもないよ。あ、そうか。アンダーワールドにおける裁縫は本当に針と糸を使ってやるんだっけ？うん、だからほとんど現実の裁縫とやり方は同じかな。なるほどな。結構難しそうだな。慣れたらそうでもないよ。あ、もう行かないとハギレイチに間に合わないわ。ハギレイチ？そうなの。ここからちょっと歩いた先にある町で開かれているみたい。じゃあまたね、キリト君。俺も行くよ。移動するとき、獣が出た時のためにアスナを護衛する。え、いいよいいよ、悪いし。そんなことないって。俺が引き止めちゃったわけだし、アスナが間に合うよう護衛させていただきます。本当？それじゃあ甘えちゃおうかな。よし、そうと決まったら出発だな。割と人がいるな。うん、このハギレイチは有名なんだって。でも押し合いへし合いにはならなさそうでよかったよ。それじゃあ探して買ってくるから、キリト君はここでちょっと待っててね。すぐに戻ってくるから。了解。あれ、アスナなんか様子が変だ。まるで何かを隠すような感じにも見えたような。まっ、アスナが戻ってくるのを待つとするか。お待たせ、キリト君。目当ての布は買えたのか？バッチリだよ。ならよかった。じゃあ一緒に帰ろうか。うん。ありがとう、キリト君。おかげさまで助かったよ。いやいや、ついていっただけだからさ。あ、そうだ、時間もちょうどいいし、飯でもどうだ？ごめんなさい、私今お腹空いてなくて、後で部屋の中で食べるよ。布を買ったら早速お裁縫したくなっちゃって、ちょうど今なら集中できそうだから。分かったよ。あ、そういえば裁縫で何を作る気なんだ？それはまだ秘密かな。そうなのか、気になるの。秘密は秘密だよ。付き合ってくれてありがとう。それじゃあまた後でね、キリト君。ああ。秘密か。買い物の時もちょっと様子がおかしかったし、少し気になるな。でも考える前にまず腹ごしらえするか。リズモ、今から飯か？そうなのよ、ちょっと魔獣退治の手伝いに行ってきた帰りなんだけど、お腹空いちゃって。キリトは何してたの？俺はアスナと一緒にハギレイチってやつに行ってきたんだ。最近アスナは裁縫に凝ってるらしくてさ。そうなの？さすがはアスナ、女子力高いわ。リズモオリジンでは裁縫をみんなと一緒にやってたじゃないか。まあね、でもゲームだとかかる時間がそうでもないからできるとも言えるのよね。ロニエから聞いたけど、この世界のお裁縫って本当に針と糸を使ってやるんでしょ？ああ、そうみたいだな。ほとんど現実世界の裁縫に近い仕組みみたいだ。中学生の時家庭科でたまにそういう裁縫の課題があったけど、なかなか大変だったの覚えてるわ。ゲームと違って時間もかかるし、肩も凝るし、出来上がった時達成感はあるけど、それまでが辛いのよね。なるほどな。
そういえば家庭科の授業でやらされた時は大変だった記憶があるよ。縫い方とかも途中でどうするかわからなくなって、母さんにどうするのか聞いたような。まあアスナに限っては縫い方とか生地の扱いとか何でも全部マスターしてそうだけどね。ただアスナって完璧主義だから根詰めてやっちゃいそうだって思わない？だ、確かに。そうだ、アスナに張り切りすぎないようにって伝えといてくれない？わかった、伝えておくよ。アスナ、あの感じだと俺やみんなに黙って何か役に立つものを作ろうとしてくれているのかもしれない。よし、差し入れにパイでも買っていってアスナをねぎらおう。アスナ、差し入れだぞ。キリト君、ずっと根詰めてないでさ、そろそろ休憩した方が。アスナが手に持ってるのってパンツ？違います。ごめん、勝手に入ったりして。とりあえず出てくから。本当に違うの？いきなり部屋に入ったのはアスナと俺がよくお互いの部屋を行き来しているからであって、決して悪意があったわけじゃないんだ、信じてくれ。アスナが下着を作ってるなんて思ってなかった。だから違うよ、これは下着じゃなくて水着なの。水着？うん、水着だよ。そうだったのか。でもどうして？ね、川や湖を泳がないと先に進めない場所がアンダーワールドには結構あるでしょ。ああ、そういえばそうだな。それでね、水に濡れて下着までびしょびしょになって困っちゃったことなかった？確かにそうなったことはこれまでに何度もあったよ。でしょ？だからみんなに水着が必要かなと思って水に強い布素材をずっと探してたの。なるほど、それでハギレイチに？うん、そうだよ。びっくりさせたくて完成まで秘密にしておこうって思ってたの。まだ完成じゃないけど、キリト君のはもうほとんどできてるんだよ。お、黒い海パンだ。なんか懐かしいな。懐かしい？なあ、SAO に入って間もない第3層の時にアスナ、俺の分も水着を作ってくれたじゃないか。あの時は第3層は泳いで渡らなきゃいけない場所が結構あるから必要になったんだよな。うん、そうだったね。あの時も黒い布でこんな水着を作ったっけ。アスナはツンツンしながらもちゃんと俺に水着を作ってくれたし、あの頃からいろんな場面で俺を助けてくれたよな。ツンツンはちょっと余計だけど、キリト君を助けるのは相棒として一緒に旅をしていたんだから当然だよ。よく喧嘩もしたけど、あの頃から君は大切なパートナーだったから。俺だってそうだよ。俺は正直アスナがいたからデスゲームが始まったばかりの世界でどうにか生き抜けたんだって思うぜ。それはこっちのセリフだよ。第一層で君に助けられてなかったらどうなってたかわからないもの。アスナ本当に懐かしいね。それになんだか素敵だわ。こうして水着一つ見るだけで君との思い出につながっていくんだもん。ああ、本当にアスナとはいろんな思い出を積み重ねてきたもんな。そういえば水着に変なワッペンを縫い付けられたことも忘れてないぜ。そう？じゃあ今回もキリト君の水着に同じ牛さんのワッペンをつけてあげようかな。で、それはさすがにやめてくれ。ちょうどその分の布は余りそうだし、今度泳ぐ時があったらキリト君はそれね。そんなみんなに見られるの恥ずかしいってでも今キリト君の水着にワッペンをつけたいって思った気持ちは少し昔のとは違うの。どう違うんですか、アスナさん。昔はキリト君がいつも攻略やゲームの知識で私の先を行ってて、たまに悔しいなって思う時があったの。本当は優しくて弱いところもある男の子なのに大人みたいに振る舞って私を守ろうとしてくれたし。そう、男の子みたいな一面を見たかったのかも。へえ、
あの牛さん水着にはそんな意味があったのか。振り返って考えてみるとね。でも今の気持ちはそういうのじゃないんだよ。ちょっと恥ずかしいんだけど、もしみんなと冒険するときにキリト君が水着になったりしたら、そのキリト君の水着姿、みんながかっこいいって思っちゃうでしょ。え、だからあの牛さんがキリト君と一緒にいてくれた方が安心するんだよね。いや、そんなことないと思うけどな。まず俺のことをみんなそんな風に見ないというか。もうキリト君はこれだからいつもやきもきしちゃうよ。自分がかっこいいって全然分かってないんだから。いや、そのみんなともかく、アスナにかっこいいって言ってもらえるのは嬉しいな。まあ、もし本当にアスナが安心するってことなら、よし、アスナが望むならいくらでも牛マークの海パンを履いてやるぜ。本当？お、完成するのを心待ちにしてるぜ。楽しみだな、牛さん水着。アスナ。冗談だよ、ちゃんとした水着にします。冗談だったのか。本当に覚悟したのに。でもキリト君の水着姿がかっこいいのは本当だし、ちょっと不安になっちゃったのも本当だよ。そんな。着るって言ってくれたキリト君の気持ちが嬉しかったな。当然だろ、アスナが望むことならできる限り叶えてやりたいし、たとえちょっと変なことでも。だって俺たち恋人なんだから。キリト君。ありがとう、からかっちゃってごめんね。よし、それでは休憩し、一緒にこのパイを食べるという罰で許して差し上げよう、アスナ君。それ罰になってないよ。そうかもな。ともかくちょっと休もうぜ。